おはようございます。時刻は朝の6時5分過ぎたぐらいです。僕は今手塩中川駅にいるんですけれども、今からですね、終着駅最北端の稚内駅に行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今ね、手塩中川から乗ったんですけど、あれです、誰も乗ってないですね。この普通列車稚内行きなんですけれども、誰も乗ってなくて、運転手さんと僕しか乗ってません。やはり JR 北海道の経営が厳しい理由が分かるような気もします。はい、それではね、稚内駅に到着しました。北と南の始発、終着駅稚内枕崎友好都市締結ということで、今ね、乗ってきたこの普通列車キハ54系が止まってますけど、とりあえず外出てみますか。はい、それではね、ホームから駅の外に出ましたが、今日は書いてません、ね、日付は2022年9月9日で、時�刻は午前8時19分、気温 23.2 度、まあまあ暖かいんじゃないですかね。 2.8 メートルパーセカンドって書いてますね。秒速 2.5 メートルですね、風が。稚内って書いてますね。稚内市って書いてます。で、ここが駅舎ですね。で、ここぐるっとするとね、まあロータリーがあってね、上原商事とか、あと道民とかありますね。あそこ、結構駅から近いですが、稚内って、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、どこのホテルも高いんですよね、稚内ってね。まあ夏場にたくさん稼いで、冬場は観光客が来ないので、夏場に一気に稼ごうということなんですよ。それだから稚内ってこういうふうに、まあ、道北ってね、泊まるところも少ないから、まあ、なかなかね、こう、ホテルも高いんですよね。特に稚内なんて本当に宿泊料が高くて、結構ドミトリーとかそういう安いところでも結構5000円、6000円とかして、結構泊まるの結構大変です。あそこのホテルもなんか2万ぐらいとかしますよね。道民も1万、2万とかするんで。道の駅稚内 P って書いてますけど、どうやらここが、道の駅と、JR の稚内が一緒になってるようですね。で、来たからって書いてますけど、駅舎新しくなって、これで10周年記念ぐらいでしょうかね。10年経ったような感じです。で、ノシャップ岬って書いてますけど、あとは北防波堤ドーム。あ、そうですね。で、左、名寄豊富、フェリー乗り場ということで、来てますんで、ノシャップ岬じゃなく、せっかくなんで僕、宗谷岬まで、行ってみたいと思います。まあ、リクエストもあったようにね、稚内行ってくださいというリクエストもあったんですが、もう僕も来たかったのでちょっと来てみました。で、これですね、こう黄色いやつで、これテレビなんかで皆さん見たことあるんじゃないですか。こう線路がね、こうホームから続いてて、こう線路になってますよね。ちょっと引きますけど、で、ここに書いてます、日本最北端の線路稚内ステーションということでね、書いてますね。ここは日本最北端の線路、ついに来たかっていう感じで、北緯45度25分ですかっていう感じですね。まあ、駅の周りはね、大体まあこのような感じ。あららら、新型コロナワクチンの旅運休中ですって。あとまあホテルあって、ラーメン宝屋とかがあるような感じで、あと北防波堤ドームがあそこにありますね。それではどうしましょう、駅の中に入ってみましょう。じゃあね、駅の中に入りましたが、道の駅ショップ観光案内所、港オアシス道の駅稚内って書いてますね。トイレとインなんで、じゃあこっちですね、あ、書いてますね、稚内駅新駅舎グランドオープン10周年って書いてますんで、じゃあ駅の中ですね、入っていきましょう。はい、それではね、駅の中に入りましたが、出口こっちですよ。イグジットこっちで、今さっき僕が入ってきたんで、まあわかると思うんですけど、出口こっちで、タクシー乗り場とバス乗り場、左とフェリー乗り場、トイレはね、そこ右ですね。で、稚内駅周辺案内ということで、まあ、ここにね、こう地図が載ってて、今現在地ということでね、線路がここで終わってますんで、これ以上先に進むことはできません。
ね、あとはノシャップ岬とか稚内広域とか宗谷岬、ちょっと後で宗谷岬まで行ってみたいと思いますが、あと礼文とか利尻とかね、利尻昆布で有名ですけど、まあそういうところの地図が載っている感じですね。あと一応自動券売機もね1個あるんですよね、 JR 線切符っていうことで。で運賃表もあって南稚内200円、あとどうですか、豊臣1130円、あの手塩中川まで結構あります、2320円ってとこですかね、うん、あこっちにも運賃表ありますね、あこっち見た方がいいですね。南稚内まで200円、豊臣まで1130円、幌延1400円、手塩中川2340円とずっと行って、旭川まで5940円、結構旭川まで通りで、札幌乗車券だけで1560円、だいぶ来たなって感じがしますよね。結構おといねっぷから稚内までもね2時間ぐらいかかるんで、あついに来たなっていうか結構来たなっていう感じはしますね。あとはこう R 切符とか S 切符のね案内が載ってるような感じで、緑の窓口もあって、ここね友人駅なんですよね、人がいますね、まあ、南稚内もいますが、まあ、時間で人が6時10分から17時45分で人がいるような感じで、次が10時28分の名寄行きなんで結構空きますね。で13時1分のサロベツなんで結構本数は少ないかなというような感じで、ここね緑の窓口でも買えるんですけど、ここで指定席もね買えますね、 JR 線切符ということで、ここでもね券売機買えます。でやっぱり時刻表ちょっと少ないですね、5時21分次6時36分のサロベツ、それから10時28分、13時1分、17時44分、18時3分、20時11分の特急入れて 1,2,3,4,5,6,7本しかないですね。やっぱりだから本数は少ないかなっていうような感じですかね。じゃあ改札行ってもいいんですが、あここをね改札行く前にここからこう見えるわけですよ、最北端の線路って書いてますね、イブスキー枕崎線西大山駅、JR の最南端ですよね、イブスキー枕崎線西大山駅はね、まあ、赤峰っていうあの沖縄のねユイレールあるんですけど、あれが一応最南端だって言ってますけど、まあ、西大山も最南端だって、まあ一応 JR でっていうことで最南端ってことですね。こちらは宗谷本線の稚内駅ということでこう書いてますんで、まあ、ちょっと後で、ね、ホームに入っていきましょう。ちょっとその前に駅の中見ていきましょう。はい、それではね、これ売店というかお土産屋さん、稚内セレクトって書いてますけど、ちょっとね、まだ朝早いんで開いてないんですけど、8時半から開いてるんで、あと5分ぐらいしたら開くんじゃないかなとは思いますけどね。でカフェ、もかまたりって書いてますけど、もうカフェもね、やってるようですが、いいですね、札幌クラシック in 稚内って書いてますね。これお土産で買っていくと喜ばれるこの札幌クラシックですよね。北海道限定のビールですけど、たまに、イトーヨーカドーとか行くと売ってたりする、ヨークですね、売ったりするんで、もうちょっとでこうお土産屋さんが開くんで、後でちょっとねお土産買っていこうと思います。ちょっとね会社でもね夏休みもらってきてるので、な手ぶらで帰るわけにはさすがにいかないでしょうということで、後でこうお土産買っていこうかなと思います。多分稚内のお土産買っていったらなかなかね珍しいレアだと思うんで、喜ばれるんじゃないかなとは思います。それではちょっと上もあるんでね、上も行ってみたいと思います。はい、それではね2階に上がりましたが、多世代交流ロビー、キッズルーム、市民活動室ということでありますが、ちょっと朝早いせいか、なんか空いてないのかな、入ることができないようですね。まあ、さっきのがアトリウム、街中情報コーナー、観光案内所とかね、観光協会が1階にあるということで、こういうふうに、ね、駅が載ってますね。稚内から豊臣幌延とか手塩中川音出っぷなんか利尻と礼文のね、丸々って書いてるやつもありますが、ここ特急が止まる駅が書いてますか、ビフカ、ナヤロ、シベツ、バッサムですね。滝川、砂川って書いてますね。まあ、宗谷が止まるような駅がこう壁にあります。で、展望デッキがあるようなので、そっちも行ってみましょう。ここね、さっきのホーム、ここからも見れるってことなのかな。はい、で、この展望デッキ行こうとしたんですけど、なんと朝早いせいか、行くことができませんでした。残念。また後で寄ってみたいと思います。はい、じゃあね、8時半になったのでね、こうセレクトショップが開きました。お土産屋さんですね。ここでお土産を買うことができますが、まだ朝早いので、ね、観光客の方まだいらっしゃらないような感じですね。あと1階はこういう感じで、なんか小学生の絵とかね、こう飾ってあったり
しますか、今は。この消防車だと思うんですけどね。見学した時の絵がこう飾ってあったりする、ね、あ、救急隊長賞とかって、あ、うまいですね、僕よりうまいですよ。救急車が顔書いてあるような緊急車両のね、こう絵が書いてますね。金賞、非、これはヘルメット、あ、救急車の方がヘルメットに見えましたけど、救急車、これは金賞だそうです。消防長賞とかっていうのもあってね、はあ、はあはあはあっていう感じです。あと、まあ、宗谷本線利用促進の取り組みということで、まあ道北は人口が少ないですかね、なかなかこう乗る人も少ないんじゃないかなと思います。あ、やっぱ旭川よりこう北に来るとやっぱり一気に人口が減るというような感じですよね。新駅舎開業とか、こうグランドオープン10周年とかということでね、こうそれでこうモニュメントの時のこう写真なんかがこう飾られてるような感じですね。じゃあ今人がいなくなったんでね、じゃあホーム行ってみましょう。はい、ではせっかくなのでね、この稚内駅の記念入場券も買いました。はい、それではね、ちょっとホームの中ですね、入っていきたいと思います。はい、それではね、ホームの中に入りました。改札口まっすぐということで、改札は1個しかありませんね。 JR 日本最北端の駅、北緯45度25分03秒稚内駅ということで、この国鉄の昔のね、青い稚内、本場の味札幌ビールっていうのがねありますね。ですぐ横っていうか、駅ホームからシーフロント夢広場北市場ということで、こうオレンジのこう建物の食べ物屋さんですかね、がありますね。飲み屋かもしれませんが、で、これ以上ね行くことはできませんので、こう行き止まりになってますね。日本最北端の駅ということで、さっきね、黄色いあのモニュメントも見えましたけど、ちょっとこうね、この黄色いコール見えますよね。名前何でしたっけ、これが本物だと思うんですけど。で、さっき展望デッキ行こうとしたんですけど、鍵が開いてませんでしたので、行けませんでした。残念。っていうことで、まあ、上も何かこう、3階、4階建てくらいまで、人が住んでるのか駐車場なのかよくわかりませんけど、なんかマンションっぽいような感じもしますけど、事務室なんですかね、会社が入ってるのかもしれません。で、稚内って書いてますね。で、駅としては一面一線の駅ですね。一面一線、こういう行き止まり駅だけど一面一線なんですね。対比線みたいのがないというような感じで、自動販売機あって、稚内枕崎より 3990.5 キロ、遠いな、3990.5 キロもあるんですか。ああ、でも意外といけそうな気もしないでもない。北と南の始発終着駅、稚内枕崎友好都市締結、平成24年4月28日ということで、稚内って書いてますね。あ、どんどんこう書いてます。稚内西大山より 3068.4 キロ、いいですね、いい感じじゃないですか。あ、今度はね、稚内指宿より3057.4 キロ、なるほどなるほどなるほどってね。あ、なんかここからまたホテルなんかも見えますが、稚内東京駅より、あ、東京 1547.9、 一気にこう距離が半分ぐらいになりますが、東京から 1547.9 キロ、稚内、函館ですね、函館 703.3 キロ、すごいですね。東京まで1500キロなんで、函館まで703キロってことは、だいたい稚内から函館くらいで、ちょっと半分までいかないですけど、もう4割ぐらい占めてる。すごいな。じゃあ、あと6割で青森から東京まででしょって。北海道って広いよねって思いますよね、やっぱり。稚内から函館まで行くのはとんでもないですね。東京の半分より行かないぐらいってことですよね。でかいなと思いますね、やっぱり。で、札幌から 396.2 キロと、まあ、宗谷でね、1本で来れますけど、なかなか時間かかりません。396.2 キロ。飛行機で30分ですよね。日本最北端、稚内駅、北緯45度、25分03秒と。ねえ。で、旭川からはね、259.4 キロということで、まあまあ、こう、まあ、近くなってるが現実味がある距離になったなっていうような感じですか。
え、稚内って書いてますけど、ちょっと先に行ってみましょう。で、結構、まあ、やっぱ時止まが6両ぐらいは止まれるような長さはあるんですかね。6両ぐらいは止まれそうですね。8両は止まれないんじゃないかな。海なので風が強いなと思いますけど、そこ海ですね、左。北海道エネルギーって書いてますけど、もうそこ海なので、ちょっと風が強い。ちょっと煽られてますね、ちょっと僕は風に。稚内。あ、駅表示はね。W80 ですね。ついにここまで来ました。稚内。右、南稚内。これ以上、先に行くことはできません。まあ、あとはね、駅の橋は、まあ、こういう感じで。まあ、あとはもう、南稚内の方に進むんで、まあ、住宅街というかホテルが多いような感じ。実はね、稚内が最北端の駅ですけど、実はこう、南稚内で降りた方が、ちょっとこう、観光とか街の中心には便利だったりするんですよね。で、一緒に乗ってきた高校生、確か、幌延とか、豊富から乗ってきた高校生たちも、みんな、南稚内で降りてきました。で、残ったのは僕と変なオタクどもだけという感じで、学生とか通学で使ってる人たちは南稚内やっぱ中心に使って、稚内まで来るやつはこう、キモオタしかいなかったというような感じですね。うん。大体これで駅のホーム全体見れたような感じですかね。それではまた外に出てみましょう。で、最後にね、改札出て、こちら、ロータリーの前、そしてバスターミナルの前に来てみました。駅前バスターミナル、宗谷バス株式会社ってことで、あとそこはね、セコマですね。セコマ跡があって、今来たからということで、ここにあるような感じで、観光案内所の前と。で、まあ駅の周り大体このような感じですかね。まあ、これで大体こう、駅全体見ることできたかなと思います。それではちょっと時間があるので、宗谷岬まで行ってみましょう。宗谷岬行きのね、バスが、まだ1時間後くらいなので、先に北防波堤ドーム公園に行ってみたいと思います。はい、それではね、ちょっと逆光なんですけど、北防波堤ドームに着きましたが、こう入ろうとしたんですけど、鎖があって入れないようです。しかもそこに、立ち入り禁止、Do not enter、危険ですので入ってはいけませんって書いてあるので、どうやら入れないようですね。ちょっとそこの中入っていこうとしたんですけど、どうやら入れないようです。これは北防波堤ドームですね。しかもなんかこう修理中なんでしょうかね。なんか工事現場のおっさんが来て、こうなんかこうボーリングじゃないですけど、ああいうなんかこう組み立てて、飛び職がよく乗ってるやつっていうんですか、僕全然詳しくないんですけど、飛び職の方がこう歩いてるのは、ああいうのありますよね。足場っていうのかな。それがこうあって工事してて、ちょっと今修理中のようですね。これ稚内北防波堤ドームって書いてますが、まあ、Wi-Fi 使えるようですが、これ以上中に入ることはできません。でもなんか入ってる人いますけど、あれかな。あ、でも散歩してるから入れそうですね。掃除の おっさんが入ってるけど、向こう側散歩してる人がいるからどうやら入れそうですが、まあいいや。ちょっと上登ってみましょう。立ち入り禁止、危険ですので入ってはいけませんっていうのはですね、その工事してる側のこの屋根の上ですね、ここに入ってはいけませんってことを言ってるようで、で、その鎖なんだかっていうと、車が入らないようにこうしてるだけということで、歩行者は入っていいようです。車が入らないようにしてるんですよ。車両がね、入らないようにしてるんで、風強いですね。歩きは入っていいようです。で、今本当に工事中で、工事現場のおっさんたちが頑張ってくれてるところ。立ち入り禁止ということで、そこの屋根には一般人は登れないということですね。やっぱ港町ですね。もうこう防波堤あってすぐ海ですもんね。灯台あってね。いや、ついにこう来たなって感じですか。オホーツク海なんか日本海なんかよくわかりませんけど、いや、ついに来たなって感じ。じゃあちょっと防波堤なんか真ん中ぐらいまで行ってみましょう。はい、それではね、中入ってみましたが、工事中で音が結構うるさいですね。ちょっと老朽化してるので直してるのかなってな感じで、まあ、上ちょっとひび入ってますもんね。こういうのこうやっぱメンテナンスしていかないといけないんだなっていう感じはします。はい、ではね、駅を取るのがね、僕の仕事なのに、なんか駅以外をたくさん取っちゃってるような気もしますので、じゃあ駅に戻りましょう。駅
前バスターミナルで宗谷岬行きのですね乗車券、往復乗車券を買ったんですけど、そしてこの時刻表もねもらえたので、9時39分に乗って10時29分に行って、その後、11時14分で帰ってくればね、だいたい45分ぐらいの滞在で済むと思いますので、それはバスでね宗谷岬目指していきましょう。それではね、宗谷岬に着きましたけど、日本最東端の地って書いてますが、ザ・ノーザンモストポイント・イン・ジャパンということでね、日本 最北ということで、多くの、ね、観光客の方が今日来ています。雨降ってなくてよかったなと思うんですけど、ちょっとね、雲はどんてんかなということで、いやー、ついにここまで来たかと思うと、ちょっとね、感慨深いものがありますけどもね、ただこの先は、もう海というか、もうロシアなんでしょうね。まあ、ノーサップ岬見たときなんかはね、すぐそこがね、歯舞諸島でもうロシアが見えたんですけど、ちょっとここからはね、ロシアとかカラフトは見ることができないようですね。カラフトが島であるということを、ね、発見した、まあ、江戸後期の役人、万宮林蔵さんですけど、ちょっと説明が、ね、ありまして、風が強いですね。万宮林蔵の立像ということで、江戸幕府から目を受け、北方散策に赴いた万宮林蔵は1809年に万宮海峡を発見して、ね、ユーラシア大陸とカラフトの間ですね、万宮海峡を発見して、カラフト、サハリン島が島であることを確認しましたということで、あら、そうなんですね、伊能忠敬の事業を継ぎ、江戸地の地図作成にも大変な貢献を果たしています。そういう人だったんですね、間宮林蔵、ここにね、ありますけど、であとはこっちに先ほどのね、日本最速の地ということで、やべ、雨降ってきましたね、雨降ってきた、雨降ってきた、やばいやばい、雨降ってきた、わー、やばいやばい、撤収、撤収します、すいません、わー。それではね、稚内駅に戻ってきましたが、まあ、駅を取るのがね、僕の使命なので、なんかね、観光客気分になって暴走して、防波堤行ったり、宗谷岬まで行きましたが、以上ですね、こちら宗谷本線の稚内駅でございました。それではね、次の13時1分、佐呂別4号旭川行きで、戻りたいと思います。